一発目471回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福井です。よろしくお願いいたします。さあ、東京都、そしてですね、今日本全体がですね、感染者がまた急増しておりまして、ついにですね、都知事の小池さんから飲食店の営業の時短のですね、要請が出ました。8月の3日から8月の31日まで、夜の10時までですね、の時短の営業になるということでございます。はい、私ですね、飲食店として緊急事態宣言がですね、解けて、で少しずつ少しずつですね、お客様も戻ってきて、まあ、これからね、あの売り上げも少しずつずつ回復はしていたんですけども、まあ、今回のね、感染者が拡大しているということで、まあ致し方ない、ね、部分もあるのかなと思います。何もね、手を打たなければ今の現状というのは増える一方になってしまうので、何かね、手を打たなくちゃいけないと。あ、もう夜のね、10時までにしたら、まあ、飲みに行く人もね、もちろん減るし、やっぱりこう家にね、早く帰ろうっていう人もね、増えるし、まあ、確かにこれもね、一つのね、策としてはありなんじゃないかなと思います。まあ、今回もね、協力金も都の方が出してくれるということなので、まあ、もっとね、いろんな情報をね、僕も集めなくちゃいけないなと思います。一概にね、すぐに何かこういう風にしますっていうよりかは、まあ、いろんなね、各方面のいろんな情報をね、しっかりと集めた上で、8月のね、1日2日までにね、このポジティブ居酒屋のね、営業時間とか、どういう風に、じゃあその8月の31日までの期間をこのお店としてポジティブ居酒屋として取り組んでいくのかっていうのをですね、まあ、もちろん対策をしながらはもうマストなんですけども、しっかりと考えていかないないけないなと思いますし、いやー、今ね、本当にもう今日というか、まあ、昨日の営業もですね、もう外見て人の数はもう激減してますね。やっぱり意識は本当みんなしてると思います。まあ、今回今年に入ってもずっとね、この繰り返しじゃないですけど、少し減ってまた戻って、そこでまた対策、何かしらのやっぱ行動制限があって、もう飲食店ね、特に多店舗展開してるところとか、まあ、大きな飲食店、大きなね、席数を持ってる店とかは本当に大変だと思います。まあ、うちの店みたいにね、小さな店で、そしてなおかつ、ね、従業員が僕だけという店であれば、まあ、なんとかね、なるという部分もあるんですけども、やっぱもう店舗展開してね、何店舗もね、持ってるような飲食店のお店がね、協力金、まあ、20万円出るということなんですけども、まあ、それだけでね、もう全く足りないと思いますし、まあ、固定費がね、非常にかかってるところであれば、もう またね、大きな負債を抱えることになるんじゃないかなと思ってですね、もう本当に、まあ、苦渋の選択ですよね。まあ、ここに至ってはね、もう何が正解っていうのも正直ね、まだまだ解明されてない部分が多いので、コロナ自体がね、コロナになってかかって治って、それで OK なのかなって言ったら、治った後の後遺症がね、続くっていう人が結構な数いるみたいですよね。ニュース見てみると、ずっとその以降もね、肺が痛い状態とか、息がしづらい状態、咳が、ね、止まらない状態でも、病院に行っても原因が不明ですって言われることっていうのが非常に多くね、あるというのも見たりとか、まだまだ解明されてなくてですね、情報ももう同じね、お医者さんのね、特に権威のある方でも言ってることが真逆だったりもするので、今は現状何が正しくて何が正しくないのかというのは言い切れないんですね。その中で2
確かな状況でもその中の最善を取るという方法を今取らざるを得ない状況なのかなと思います。じゃあ僕がね、僕個人ができることというのはコロナ対策をもちろん継続してやることと、時短したとしてもね、来てくれてる方がやっぱこの店来てね、元気もらえたよとかね、笑顔になれたよとか、そしてそれがね、免疫力にね、アップにつながっていけばね、きっとこの店の存在価値が、存在理由があるんじゃないかなと思います。今こうなってしまったことはね、もうしょうがないので、まあ、ここに関しては、もう受け入れるしかないと。受け入れた上で自分がやれることをもう全力でやっていくしかないと思うし、ね、まあ、これ見てる方々もね、本当に多くの被害をね、もうかかってる方々もいっぱいいると思います。みんなね、みんなやっぱり今の状態を不安に思って、ですごくね、今のこの世の中に対して未来がね、ちょっと見えないんじゃないかなとかって思ってる人もいると思います。でも、ね、必ずね、悪い時もあればいい時もあるんですよ。これはね、もう間違いなく僕は言い切れる。人生においてね、ずっといい状態っていうことの方が珍しいし、やっぱり悪い時期もあるんですよ。でもその悪い時期が深さがね、今回深いんですよ。なかなか先が見えなくて、くそーって思ってね、心病んでしまう人もいっぱいいると思います。でもね、必ず上がるから、これで間違いない。今までのね、僕の人生生きてきた中でも必ず上がる。そしてまたもうね、下がることもあるんです。こういう風にね、山あり谷ありなんです、人生はね。だからこそ今は耐えてね、耐えながら、でも時短にするイコール時間が余る、その余った時間に何をするか、ここで未来のね、未来の投資、自分に対する投資ね、自分でこう勉強するでもいいし、何かしら資格を取るでもいいし、何かしらね、この時間は有限なんで、うまくこれ使ってね、今のこの時期、確かにお金もね、どんどんなくなってしまったりとか不安になるんですけど、その分ね、時間というのは多少なりともね、使える時間増えるんで、ここの時間うまく使って、なんとか未来のね、じゃあコロナが収束した時代に、その時にいっぱい頑張ってたものが必ず活かせる時が来るので、それを信じてですね、皆さん乗り越えていこうというふうに僕は思っております。はい、まだまだ不安な時期が続くと思います。ポジティブね、ポジティブも非常にね、大切な考え方だと思います。ぜひともみんなでこの苦難をですね、乗り切っていきましょう。ということで、以上、毎日ポジティブ471回目でございました。ご視聴ありがとうございます。